死にたいって言ったね。そういう冗談言うやつたまにいたけど、本当に行くとは思わなかったな。ペットボトルでできたアホらしい名前の船に寄せ書きをしてくれって言ったね。関わり合うのも正直気が引けたけど、太いペンでこんな風に書いた。どんよりした曇り空でもどんより俺のメッセージお前に届いたかな。どんよりした曇り空でもどんより根拠もないのに失礼だったかな。直越から引き潮に流されてロシアの方まで消えてったお前、太平洋から行ったらよかったのに、和歌山とか四国とかどっかから問題は、そういうことじゃなくてこんなことすること自体が問題。韓国とロシアの捜索隊巻き込んでたくさんの人に迷惑をかけてるよ。だけどどんよりした曇り空でもどんより俺のメッセージお前に届いたかな。どんよりした曇り空でもどんより根拠もないのに失礼だったかな。とか呼んだら偉そうだったかな。だけどどんよりした曇り空
根もないのに失礼だったかな。お前とか呼んだら偉そうだったかな。北朝鮮で捕まったお前のニュース深刻な顔で毛布にくるまってる姿ワイドショーで謝ってるお前の家族初めて見たけどそっくりなんだね。問題はそういうことじゃなくて自分が周りにどれだけ迷惑をかけて生きてるのかってことだと思うんだけど退屈な世間キックする前にね。だけどどんよりした曇り空でもどんより俺のメッセージお前に届いたかな。どんよりした曇り空でもどんより根拠もないのに失礼だったかな。そうだった。